大家さん、知ってますか？道路に書かれている標識はどうして長いのか。いきなりの質問ですね。それはこの図のようなことを聞きたいのですか？そうです。それのことです。それは車を運転する人が見ることを意識してそうなっています。クマさん、合ってますか？なんだ、やっぱり知ってましたか。昨日ヨウさんに教えてもらったのですよ。でも正確に見せようとするとこうなります。でも運転者が錯覚してしまうためにそうはなっていません。しかも標識を描く人にこれだけの技術を持たせることは大変な労力にもなりますよね。それではクマさんに問題です。風景画を描くときに使われている方法で遠近法がありますが、何種類くらい知ってますか？何種類もあるのですか？遠近法って近くのものを大きく描いて遠くのものを小さく描くものですよね。これ以外にあるのですか？それがたくさんあるので図を見ながら説明してみましょう。はじめにクマさんが言ったものは大小の遠近法です。では次です。この図はどうなっていますか？三角の形が重なっています。これも遠近法になります。手前のものが後ろのものを隠すことで表現したものです。重なりを生かした遠近法。次は上に行くほど色が薄くなっています。どこかで習ったことがあるような。そうです。ダヴィンチのモナリザの背景がこれですね。すごい、大正解です。よく知ってましたね。空気遠近法ですね。それでは次は少し難しいかも。上も下も同じ大きさで同じ形ですよ。これはさすがに遠近法ではありませんよね。これも遠近法なのですよ。人は無意識のうちに上にあるものが遠くと感じて、下にあるものが近くにあると感じることがあります。これを上下遠近法と言われます。次は色が関係してますよ。色ということは、赤い方は青い色よりも膨らんで見えます。青い方は縮んで見えますね。それですよ。赤い色とかの暖色系は進出して見えて、青い色などの寒色系は後退しているように見えることを利用してあります。これを色彩遠近法と呼ばれています。いろいろとあるのですね。色彩の遠近法は使えそうなので、自分の作品に取り入れて近くのものを赤い色で塗り、遠くのものを青い色で塗ってみようと思います。あまり露骨にならないように。それと線遠近法もあります。透視図法というもので1点透視図、2点透視図、3点透視図もあります。ここで問題。4点透視図法はあるのでしょうか？考えてみてくださいね。そうですね。多分空間が歪むのでは、それと時間も関係あるのでしょうか。この動画が面白いと思われた方はチャンネル登録してくださいね。また高評価のボタンも押していただければ嬉しく思います。ご視聴ありがとうございました。